んかあったかも。あ、そうなの。あ、ペンギン、ペンギンだわ。ペンギンがいたわ。かわいいな、ペンギン。あら、あった気がするな。ありそうだね。あ、スカラブだ、うん。ありそうだ、ね、ああ、あるか、これだな。お化けカラスが出てきたよ。大ヒント。大ヒントよ。でも意外とどうでもないぞ。フレットが、フレットが受けてくれてたのか。やばい。そういうことだ。ね、ありがとう、トレント。君の死は無駄にしない。まだ生きてた。ありましたね。祝福に入って回復しとくか。そうだね。よし、降りろと。さあ行きましょう。ここは何だっけな。地下。まあ、地下墓だね。地下墓来ましたね。ケリットの地下墓。さて、墓といえばあいつが出てくるのか。ああ、腐敗のところか。ああ、これやばいとこだね。腐敗か。猛ダッシュで走り抜けなきゃいけないとこだね。意外とそうでもなかった。ん？さあ、どこに行くんですかね、今。意外と。スズラン取った？ん？墓スズラン。あ、そっか。何のために墓に来てるんだって話になっちゃう。大事な大事なスズラン。骸骨に注意しろ。待てしょうね。どっちですか。この下ですか。ああ、腐敗だな。そうだね。あっちも行けるし。もいけるし、なんか、おお、危ない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 、やべえ花が、やべえ花がいる。ダッシュして、これ止めて、ちょっと腐敗が回復すればね、炎が有効なの。いや、まあそうだね。まずは腐敗がちゃんと消えてから。秘密があるぞ。そしてレバー、秘密があったか。ああ、これ隠し扉かっぽい ね、 ね。そうだね、隠しだ ね、 ね。なるほど、見事。ありがとうございます。ガンちゃん。ボーボス。早くない？うん、早いね。え、他なんかなかったっけ？いや、あったよね、行くとこ。いや、あったよね、あっちの奥。まあ、ちょっと一回戻りましょう。あるっちゃあるけど、うん、大したものはない。大したものなかった気がするな。あっちの奥に。このさ、花の奥。いや、花は別に鹿としていいんだけど。強花。危ない危ない危ない。やば、やば、やば。危ねえ危ねえ危ねえ。なんてことしてくるんだあいつ。まあ、手出したのこっちなんだけど。本当だよ。なんてことしてくれるんだよ。ギリギリだったね。ゲージ。危なかった、危なかったよ。本当に。あとミリだってミリ。ちょっと回復を待ちましょう。あれは。スズランですか。スズランですね。でもここに花がいますね。そうだね。
スズラン欲しいな。スズラン欲しいからダッシュだな。死んだかそうかも、ね、とりあえずさ腐敗がさ回復したら行こうよ。ちなみにさ、うん、あの今さ、うん、あの地下はマップでさ飛べないけどさ、うん、マップ出すと飛べないけど、うん、ボスをクリアするとさ、うん、飛べるようになるんだよ、うんうん、あのこの地下の中入ってても。ああ、なるほどね。そうだから探索したいんだったらボス倒してから探索っていうのもあり。あ、で祝福でまた戻ると。そうそう、すぐ戻れる。なるほどね。そっかそっか、そういうのもありだね。確かにね。さて行きましょう。あ、出たよ。さあ、するやつ。強いじゃない。強いな。どうかしてないのに。ねえ。カウンター。強っ。お、地面。ありがとう。おおおお。やっちゃったね。あいつがターゲット取ってくれたから。かっこいいなこいつ、ね、すごいね。やることはやったぜっつって、うん、そしてなんかまた手に入ったな。うん、先輩位牌じゃなかった。あ、位牌か。位牌だった。先輩じゃなかった。これか、うん、あれじゃん、あれだね、嫌いなあれじゃん。あれだね、生白い虫の霊体だよ。